3月24日水曜日、時間は12時35分ですね。今日は朝ひんやりしてましたけども、日が出て暖かくなりまして、もうだいぶ桜も咲きました。ということで、今日はですね、待ちに待ったちょっと水元公園桜像でですね、ちょっとずっと走ってみたいと思います。今金町寄りの方の一方通行の入り口に来てますね。ここから、ゆっくりと、三郷川の出口のところまで、走ってみたいと思います。では、行ってみましょう。スタートします。おそらく今週末がですね、最高に満開で見頃なんじゃないかと思いますが、ちょっと天気が怪しいのでね、今日がチャンスかなと思ってちょっと来たんですが、まだ満開まだ行ってないですけど、まあまあほぼほぼですね、八分咲きぐらいまで行ってると思います。いや、暖かくて気持ちいいです。まあ、平日ということもありましてね、それほど、混雑はしてませんね。今あのコロナの関係で多分あの駐車場も閉鎖してたり、もちろんあのキャンプとかですね、バーベキューは禁止になってると思いますね。だからまあ、あの歩きがてら、通りがてらですね、桜を見るだけになってしまうと思いますけども、まあまあこうやって見れるだけでもね、いいんじゃないですかね。見えてますでしょうか。まあ、こういうところゆっくり走ってても苦にならないですね。あともうちょっとで、ね、満開ですよね。ただまあ、あんまり遅くなると今度は葉桜になっちゃいますしね。もう場所によっては本当に桜のトンネル状態になります。どうですか、映ってますか。いいですね。通って桜見たらちょっとお昼ご飯を食べたいと思いますが、何しようか今考え中です。まあ、どっかで写真撮りたいですね。やっぱり散歩してる人が多いですね。あ、ちょうど公園の中心部ですね。信号のところまで来ました。こっからは一通じゃないので、対向車も来ます。みんな写真撮ってますね。私も後でどっかで写真撮りたいと思っております。
ってぐらいですかね、ピークね。なんか日曜日は天気悪そうなんで、金土あたりが最高かなと思いますけどね。ちょっと仕事で来れないので今日来ちゃいましたが、やっぱ駐車場閉鎖してますね。ちょっと前の車は高齢者の方が運転してるので、あんまり後ろからへっつくような言い方はしないようにしたいと思います。撮った時はまだ本当に2分3分先ぐらいだったんで、このところが今日の暖かさとかで結構開いたんと思いますね。もう日によってはね、もう8分9分先もありますけど、ちょっと日当たりの悪いところはまだ4分5分先という日がありますね。残すところ数百メートルっていうところですかね。2、300メートルかな。まああともう一回来週の月曜日あたりでも来る機会があれば来てみたいと思いますが、まあその日がダメな場合もあるので、今日こうやって、この映像を録画しておきます。後でアップしたいと思います。じゃあちょっと先行きますかね。ああもういよいよ終わりですね。どうでしたか、ご視聴ありがとうございました。それではまた。さようなら。